ゆり子、俺会社辞めたい。もう嫌だよ。明日が来るのが怖い。上司の顔を思い浮かべただけで全身の震えが止まらないよ。大使はよく頑張ったよ。うん、今の会社を辞めた方がいいと思う。転職した方が絶対いいよ。だよな、転職したいわ。本当は次の職を見つけてから辞めた方がいいって分かってる。でもそれだと持たない。明日辞めてきてもいいか？うん。でもすぐに辞めれるの？無理って言われてもいかない。それくらい俺の心は決まってる。分かった、頑張ってね。翌日、会社辞めてきた。なんか心が軽い。今までどれだけストレス溜まってたか、それを今自分で理解したよ。大使お疲れ様。今までよく頑張ったね。ありがとう。ゆり子に優しくされたらやばい。俺マジで転職頑張るから。うん、大使ならいい仕事見つかるよ。ありがとう。ゆり子は最高の彼女だよ。1週間後。再就職ってなかなか難しいな。いい企業はたくさんあるけど、募集してないことも多いし、基本的に休みが少ない。休みあるとこは発給だし。やっぱりそうだよね。大使は体のこともあるし、給料より環境優先した方が良さそう。やっぱそうだよな。ありがとう、懲りずに頑張ってみる。うん。1週間後。ゆり子、俺やったよ。え、就職決まった？というよりやりたいこと決まった。俺小説家になる。え、小説家？うん、実は俺ずっと本が好きでさ、今まで大学の時は小説書いてたんだよ。そうなの？うん、恥ずかしくてずっと黙ってた。会社辞めた今何やりたいかってずっと考えてたんだけど、やっぱり小説書きたいと思ってさ。実は1週間前にウェブ小説書いてコンテストに参加したんだ。そしたらなんと見事新人特別賞に選ばれたんだ。すごね、やばくね。やっぱ俺才能あったのかも。ウェブ小説で生活できるか全く分かんないんだけど、これやってみてもいいかな？うん、いいと思う。マジ？よかった。俺もう今年29歳だから夢諦めろって反対されるかと思った。そんなことしないよ。大使の夢は私の夢だよ。最高の彼女かよ。俺絶対売れる。売れて豪邸に住んで高級会社乗ります。ゆり子、応援してほしい。うん、頑張って。1時間後。ってことがあったの。アンナはどう思う？ねえ、正直に言っていい？うん、聞きたい。私なら反対かな。やっぱそうだよね。うん、だってゆり子も私も今年30歳なわけじゃん。そろそろ結婚も考えてたのに、今さら彼氏に夢追いかけられたらね。でも否定はできなかった。その気持ちもすごくわかる。大使はいいやつだもんね。そう、常に気持ちまっすぐだし、私に対しても優しいし、大使がやりたいことなら応援してあげたいって気持ちも私の中では嘘じゃないのね。うんうん。でも売れるかどうかはマジでわからないもんね。でも新人賞もらったんだよね。ってことは本当に才能あるのかも。実はそれについて調べてみたの。そしたらその賞ってのが毎月行われる選考会みたいなやつなの。え、毎月行われてるの？うん、だから毎月大賞とか新人賞とか合計10個くらい出るみたいなの。それにエントリー数も少なくて、今回は15人くらいしか出てないかも。要は誰でも取れる賞ってこと？言い方は良くないけど、そうかも。実際コメントでもそう書かれてたし。大使はそれ理解してるの？もちろんしてると思うけど、本人は賞もらえて嬉しいみたい。まあそりゃそうなるよね。てか小説家になるために退職したまでない？それも少しはあるかもね。売れるか真面目に働くか、どっちかにしてほしいね。うん、ごめんね、こんな話。うん、親友の悩みだもん。ありがとう。また何かあったら教えて。うん。1ヶ月後。あー、ムカつく。どうしたの、大使？新人賞を取った作家を舐めすぎ。どこの出版社も俺のこと平気で無視してくるし、これじゃ売れませんとか、もっとわかりやすくしてくださいとか、素人がうるさくてやばいわ。うん、そうだね。ゆり子はどう思った？正直な感想を教えてほしい。私は面白いと思ったよ。だよな、マジ出版社というか編集者というか、あいつら先見の目なさすぎなんだよ。1時間後。大使の機嫌がずっと悪い。一緒に住んでて辛い。ゆり子、大変だね。てか一緒に住んでるの？同棲なんかしてたっけ？ううん、
一週間前から大使が私の家に転がり込んできた。なんで？今は仕事してないし、家賃滞納する前にこっちに来た。家賃は？全部私持ちだし、食品に関しても私が買い出しして料理するから、大使が財布開くことない。ひもじゃん。今はそうなってるね。ゆり子はそれでいいの？よくないけど。いきなり別れるなんて無理だよね。バイトもしてないの？小説書く時間が必要って言って、バイトとかはしないって言ってた。大使的にはそれでいいと思ってるの？わかんない。そういう話しようとしたら、機嫌悪くなるからできない。なんか、ゆり子がかわいそうだよ。まだ小説家になって1ヶ月だからね。なんとか成功してくれたらいいけど。半年後。ねえ、大使。今日は何時頃に帰ってくる？今作業中。連絡してこないで。ごめんなさい。夜ご飯いるかどうかだけ教えて。いらない。はい。10分後。アンナ、今日飲みに行かない？いいけどどうしたの？愚痴聞いてほしい。大使のこと。もう好きじゃないんじゃない？それもわかんなくなってきた。最近は毎日カフェにこもってるけど、全然仕事してる感じしてない。どういうこと？ウェブ小説も全く進んでないし、何がしたいかわからない。詳しい話は会って話す。わかった。翌日。ねえ大使、今は作業中かな？今は休憩中。何？最近更新途絶えてるけど。は？何？更新すればいいってもんじゃねえから。納得できるやつができてないだけ。そんなこと命令されなきゃダメか。なんでそんな喧嘩腰なの？そっちが仕事のこと言ってくるからだろ。そりゃ口出しもするよ。小説家になるって言ってバイトも何もしないでさ。ここ最近は新作も出さないし SNS だって更新してない。こんなんだったらバイトしてよ。なんで衣食住の全てを私が支えないといけないの？俺がビッグになるための投資。バイトしてる時間があるなら新作書けるから意味ない。バイトしてないけど新作ないじゃん。それは周期の問題。何度も口で説明しただろ。今考えてる時間はきっと未来につながる時間。俺が売れる小説家になるのは確定だから、それまで辛抱してくれ。あと半年経って芽が出なかったらやめてくれる？いやいや、半年後なんか無理だよ。せめて10年は見てくれないと。10年って私その時40歳だよ。だから俺も40歳になるんだから何の問題もないだろ。そういう考えなんだね。それ以外ないだろ。もっと俺のこと支えてくれよ。信じて待っててくれよ。信じたいよ。でもずっと何もしてないから心配になるのは当然じゃない？今から集中する。だから LINE やめてくれよ。1時間後。ゆり子、さっきはごめん。ついカッとなった。私の方こそごめん。そこでお願いがあるんだ。何？1泊2日で温泉旅館に行きたい。え？無理かな。2日連続で休みだよね。来週の土日なら行けないこともないかも。あーごめん、2人でじゃなくて1人で行きたいんだ。は？歴史に名を残す文豪たちってさ、みんな温泉旅館にこもって執筆するんだ。だから俺もそれしようかなって。1人で行くの？うん、それなら集中できる気がする。確認だけどさ、それ私のお金だよね。だからお願いしてる。あのさ。分かってる。言いたいことは分かる。じゃあ提案しないよね。これが近道なんだ。この出張中に絶対作品仕上げる。今度は新人賞なんかじゃなくて、大賞取って出版してベストセラーになる。造反に次ぐ造反でドラマか映画か、晴れて俺は有名作家になる。この出張はその先駆けなんだ。お願いします、出資してください。今すぐには決められない。なんで？一度帰ってきてもう一度話して。わかった、今から帰る。3時間後。アンナ、聞いて。何？今電話できる？できるよ。長電話ありがとう。私が言った話だけど、あくまで想像だからね。でもそれだとしたらマジで許せない。じゃあ言ってた通りにする？協力するね。ありがとう。1週間後。ゆり子、旅館着いた。今から執筆活動を始める。絶対集中できる。頑張って大使。でもすごいね大使は。まさかもうアシスタントがいるなんて。アシスタント？そんなのいるわけないだろ。まだデビューもしてないのに。ん？アシスタントじゃないの？今横にいる女性は。え？お前、マジで最悪だな。どういうこと？ずっと後をつけてたよ。家からずっと。
お前が私の金を使って浮気相手と温泉旅館に向かってるところからな。何キョロキョロしてんの。後ろ見ろ後ろ。ああじゃねえよ。すぐ行くからな。1時間後。本当にすみませんでした。ほんの出来心でした。大変大変申し訳ございません。いやもう謝らなくていいから。金さえ返して別れてくれれば。お金はありません。それと別れたくないです。なんで。好きだからです。ゆり子のことが。好きなら浮気しないよね。それはだから出来心で。それしか言い訳ないの。小説家目指してるくせに語彙力少なすぎるだろ。まあ少ないから売れねえんだろうな。私の家の荷物は全部捨てるからな。覚悟しとけよ。困ります。別れたくないです。それに住む家ないので困ります。その浮気相手の家に泊まれよ。そんなのできません。まあ向こうは既婚者だもんな。お前さマジで何やってんの。相手のご主人に見つかったらマジでどうなるか知らないからね。守ってほしい。守るわけないだろ。他人なんだから。彼氏だよ。だから別れたって。そんなこと言わないでよ。もう心を入れ替えるから。マジでずっと作品に打ち込む。この浮気をテーマに俺がどん底に落ちる小説を書く。だから許してくれ。作品に落とし込むな。現実でしっかり地獄に落ちろ。このクソヒモニートが。後日談。こんばんは、ゆり子です。まずはアンナ本当にありがとう。礼を言われることなんてないよ。そんなことない。こいつが浮気してるかもって電話で忠告してくれたじゃん。だって明らかに怪しいですもんね。おかげで別れることができました。というか、大使はこの後どうなったの？別れたくないと玄関で叫んでいましたが、私が大使の実家に電話をかけてすぐに対処してもらいました。実家？じゃないとあいつ立ち去らないので。そしてその後は就活をし始めましたが、例の不倫が向こうの旦那にバレて大修羅場に発展し、多額の負債を抱えてしまったそうです。というか出会いは何だったんですか？どうやら偶然小説を読んだ人から DM が来て、その人と繋がったそうです。小説も書かずに会ってたんですか？そうです。本当にゴミクズです。今はどこで何をしているか全く知りませんが、絶対に幸せじゃないでしょうね。ですね。幸せだったら私が恨みます。皆さんはどう思いましたか？コメント欄に書いてってください。